では裏回し蹴りのポイントを解説します。一つ目は直線的に蹴ってしまうと入らないことが多いので、最後に膝下を柔らかくして巻き込むように蹴ります。もう一つは遠い前から来た際に後ろ足を引きつけて蹴ります。近い前から来た際は後ろ足を下げて蹴ります。遠い前の方からやってみます。はーい、次は近い前からやります。はーい、以上です。今まではきつい時など要領よく練習してたんですけど、ここ最近決勝戦で負けてからこのままではいけないと思って、きつい時こそ全力でするように稽古に取り組みました。空手の魅力は、試合の中で攻めて勝つ組手をするのが自分にとって魅力だなと思います。自分から仕掛けてポイントを取ってリードしても守るのではなくて、その2分間しっかり自分の組手を貫き通すことや攻め続けることだと思います。